こんにちは、ポンズです。今回はトランスフォーマースタジオシリーズより SS95 クロスヘアーズをレビューしていこうと思います。実写映画第4作目に初登場したクロスヘアーズ、今回は最後の騎士王版の姿がスタジオシリーズで登場です。トレンチコートが特徴的なキャラクターですが、その辺の再現度もしっかりチェックしていきたいと思います。では開けていきましょう。内容物をご紹介します。クロスヘアーズ本体、武器パーツが2つ、ジオラマブースト、説明書。武器は安定の2丁拳銃。側面に穴が開いていますが、これは肉抜き穴ではなく収納するためのジョイント受けになっています。ジオラマブースはクロスヘアーズがコグマンに指を折られたシーンですね。ではまずビークルモードから見ていきましょう。クロスヘアーズビークルモードです。シボレー、コルベット、スティングレーにトランスフォームします。分割線も少なくかっちりまとまったシルエット、グリーンとブラックの配色が特徴的で、このままモデルカーとしてコレクションしたいくらいかっこいいですね。造形で一つ惜しい点はリア部分からロボットモードの一部がはみ出しているところです。本体は明るめのグリーンが採用されており、個人的には好きな彩色です。ホイールはシルバーで塗られており、ヘッドライトはクリアパーツ、シボレーのエンブレムも塗装されており、バックランプも塗装されています。注意すべきはリアウィングですが、ポロポロ外れてしまいます。接着したいところですが、クリアパーツへの接着は発火を招く可能性があり危険ですので、あまりおすすめできません。クロスヘアーズは今回の SS 版を含め3体これまでにリリースされてきましたが、同じ最後の騎士王仕様の TL 系版と比較していこうと思います。まず大きさはおなじみですが、 SS 版の方が少し小さいですね。造形で大きな違いは2つありまして、まずリアガラスですが、 TL 系版は塗りつぶしであるのに対して、SS 版ではクリアパーツが追加されています。次にサイドミラーの造形は、 TL 系版は簡略化された造形でしたが、 SS 版は細かく造形されています。この改善は嬉しいですね。塗装面ではグリーンの色彩の違いが大きなポイントです。 TL 系版はしっかりグリーン、緑色という印象ですが、 SS 版はライムグリーンというかイエローグリーンというか黄緑色ですね。個人的には今回のカラーリングめちゃくちゃ好きです。バイクでいうと川崎のグリーンに近い感じで、スポーティーな印象がありかっこいいですね。前回のホットロッドのレビューでは、ビークルモードは TL 系版の方がいいところもあるよねというお話をさせていただいてたんですが、今回のクロスヘアーズは SS 版が好きです。では続いてロボットモードを見ていきましょう。クロスヘアーズロボットモードです。まず第一印象として、末広がりな A ラインのシルエットが再現度高くていいですね。クロスヘアーズといえばトレンチコートですが、これまでとはまた違った再現方法になっており、それもまた新規造形ならではの楽しさです。ロボット本体のプロポーションはかなり優秀ですが、その代償として側を丸ごと背中に背負うような変形機構になっています。では一旦 AOE 版、TL 系版と並べてみましょう。ロボットモードで比べるとそれぞれの違い、変化がよく見て取れますね。大きさは約13センチで、この中では一番背が低くなっています。ですがスタイルは一番綺麗ですね。 TL 系版と比較しながら造形を確認していきましょう。まず頭部、 TL 系版もリアルだなぁと思っていたんですが、こうして比べるとやっぱり SS 版は進化を感じさせます。顔の造形もですが、ゴーグル周辺の造形もより劇中遵守になっており、追加で塗装もされています。渋めのいい表情をしてますね。あと TL 系版は首が詰まったように見えていましたが、
SS 版はそんなこともなく自然な仕上がり。一番感動したのは肩周りの造形です。これまでのクロスヘアーズは両肩にビークルの一部を背負うことでどうしても肩幅が広くなりがちでしたが、変形機構を変えることでかなり肩幅のバランスが良くなりました。上半身がすっきりまとまって見えます。 TLK 版にあったオートボットのマークがなくなったのは残念ですね。背中はグレー一色ですが、ロボットのディティールが丁寧に作り込まれています。 TLK 版の腕は側の関係でどうしても箱っぽさがありましたが、 SS 版では改善され本来の造形が再現されています。クロスヘアーズの腕の裏側ってちゃんと見たことないかも。新鮮ですね。また TLK 版は腰の位置に対して腕が長めに設計されていましたが、 SS 版は股関節のライン近くに手首が配置されています。これもシルエットが綺麗に見える理由の一つです。脚部はどちらも造形がいいですが、 SS 版は厚みがなくて華奢な印象。がっちりして見えるのは TLK 版ですね。ですが SS 版は足首可動があるおかげで TLK 版より足回りがすっきりして見えますし、造形自体も TLK 版はのっぺりした印象ですが、 SS 版は劇中に近い作り込みになっています。お尻のところにはフィギュアスタンド用の接続穴があります。空中でのポージングが入るクロスヘアーズには必須ですね。最後にトレンチコートの部分、これは人によって好き嫌いが分かれるところだと思いますが、僕はこれはこれで好きです。正直コートっぽさをうまく表現しているのは過去の2作品だとは思います。コートがなびく雰囲気とかは AOE 版もかなりよくできています。 SS 版はフロントのコートが独立しているせいでコートというより前掛けみたいに見えてしまっています。背中側のコートを側面に逃がすことができればよりコートっぽさが生まれていたとは思うんですが、このコートも可動部分が多く遊びやすいですし、変形させるとボンネットになる設計も楽しいですし、いい出来なんじゃないかなとは思っています。武器パーツについても見ていきましょう。武器も新規造形になっており、上から SS、TLKAOE 版となっています。武器にも細かい違いがあって楽しいですね。一番形状が近いのは TLK 版ですが、バレルの太さが違いますね。銃は背中側のコートへ収納することができます。なかなかしっかり固定されており、ポロポロ落ちることはありません。また軸の太さは同じですので、過去シリーズの銃を持たせることもできます。ただし収納はできません。続いて可動範囲を見ていきましょう。まず頭部、ボールジョイントですが襟元のパーツが干渉し左右にはあまり動きません。上下にも触れますが角度は限定されています。肩は本体との接続部分がちょっとした引き出し機構のようになっています。根元にはボールジョイント、肩周りも干渉する部分が多く思ったほどは動かせません。肩の下にはロール軸があり、肘は約90度曲がります。手首は内側へ可動するのみ。股関節はボールジョイント、さらにロール軸、膝は二重関節になっており、かなり深く曲げることができます。足首も二重関節になっており、設置性は良好。フロントのコートは接続部分が上下に可動、軸可動でコートを開いたり閉じたりできます。もう一つの軸可動でさらに表情をつけることができます。背中のコートはこのように左右に振ることができます。他にも可動軸はありますが、いろんなパーツが干渉し気持ち程度しか動きません。可動箇所はそこそこ多いんですが、腰回転がないことと
全体的に干渉するパーツが多いことから、ちょっと遊びにくさもあるなという感想です。特に肩がちょっとしんどいですね。ではアクションポーズを取らせていきましょう。ロボットモードの造形を優先するために側を思い切って背負うという点では AOE 版ガルバトロンに近いものを感じます。ということで SS95 クロスヘアーズのレビューをさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。とにかくロボットモード、ビークルモード、両形態の造形バランスが素晴らしく、お気に入りのアイテムとなりました。トレンチコートの再現は3世代ともに個性があって楽しいですし、コートをまとったトランスフォーマーという唯一無二のキャラクターがこうしてスタジオシリーズで出てくれたことが嬉しかったです。ポージングには癖がありますが、非常にスタイリッシュなアイテムですので、ぜひチェックしてみてください。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。